原子力空母ニミッツが佐世保港に入ってきました。甲板には艦載機の姿も見え、まさに動く航空基地といった感じです。佐世保に入港したのはアメリカ海軍の原子力空母ニミッツ9万7000トンです。ニミッツは去年11月から西太平洋などで訓練しながらパトロールの任務に当たっており、甲板には戦闘攻撃機スーパーホーネットなどを乗せたままの寄港となりました。原子力空母クラッ。一方、佐世保港を見下ろす高台では労働団体のメンバーらおよそ20人が集会を開き、9年ぶりの原子力空母入港に抗議の声を上げました。こういうふうに戦争の道具のものがでしかないものが佐世保に入ってくる、そういうふうなところをですね、問題だと捉えています。平和を求める私たちの声を絶やさないようにしていきたいと。ニミッツは午前10時ごろ湾の中央部に停泊しました。今回の入港目的についてアメリカ海軍は乗組員の休養のためとしており、市民への艦内公開などは計画されていません。ニミッツは佐世保に5日間滞在し、今月23日に出港する予定です。